さあ、その後半戦はクラブベアーズのキックオフで試合再開する形になります。キックオフをしますのはクラブベアーズ11番の立石、東海大学出身。さあ、三重リターンに入ります。このリターンは三重陣15ヤード付近でボールデッドとなりました。ベアーズナイスカバーでした。この位置から三重ファイヤーバードの攻撃となります。三重ファイヤーバード自陣16ヤードからファーストダウン10。さあ、振り切った、ナイスラン、ファーストラン。ここで三重、まず新戦力となったランニングバック7番のハンドオフへのランプレー。一旦タックルされかけましたが、これを振りほどき右オープン独走、大きく攻撃権更新としました。三重ファイヤーバード、ファーストラン、素晴らしいランをしました。三重ファイヤーバード7番は金沢、兵庫県立大学出身のプレイヤーです。三重ファイヤーバード自陣37ヤードからファーストダウン10。さあ、ここでフルバックの大プレー、味方ブロッカーのパワーもありまして、この大プレーにより約3ヤードのゲインを果たしています。3ヤードを獲得しましたのは三重ファイヤーバードの10番三島、北海道工業大学出身のプレイヤー、シーズン当初から今季加入しているルーキープレイヤーです。三重ファイヤーバード自陣40ヤードからセカンドダウン7。パス成功、ファースター。クォーターバック8番、ここでワイドレシーバー82番にパス、これを82番競り合いながら見事にキャッチしまして攻撃権更新。三重ファイヤーバードファースター。パスを投じたクォーターバック9番は日光、北海道工業大学出身。取りましたワイドレシーバー82番が荒川、和歌山大学出身。この選手も この試合からの加入のルーキープレイヤーです。電撃参戦しましたルーキープレイヤーが見事に活躍しています。三重ファイヤーバード相手陣49ヤードからファースターン10。パス成功、さらに行く、ナイスラン、ファースター。クォーターバック9番、ここでタイトエンド28番にパス、これを28番キャッチし、そこからキャッチアンドランして攻撃権更新です。三重ファイヤーバードファースター、見事パスキャッチから攻撃権更新果たしました。三重ファイヤーバード28番は夏目、愛知学院大学出身のチームのバイスキャプテンです。ここで負傷者が発生し、レフェリータイムアウトが入ります。さあ、試合再開します。三重ファイヤーバード相手陣38ヤードからファーストダウン10。さあ、中央へのランプレー、ランニングバック7番ハンドオフから中央突破を図りましたが、このランプレークラブベアーズ77番が阻止しまして、ゲイン1ヤードにとどめています。見事なタックルをしましたのはクラブベアーズ77番のコルトン・ラニアン、テキサス大学、そしてケンブリッジ大学を卒業しました。そして大相撲にも挑戦した相撲プレイヤーがここで活躍しています。
三重ファイヤーバード相手陣37ヤードからセカンドダウン9。パス成功、ナイスキャッチ、ファーストクォーターバック9番ここでロングパス、ワイドレシーバー80番これを競り合いながら見事にキャッチし攻撃権更新です。三重ファイヤーバードファースター、見事なパスを投じたクォーターバック9番は日光北海道工業大学出身、取りましたワイドレシーバー80番桐山は大阪市立大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズここで前半後半1回目のタイムアウトを取ります。勢いづく三重の気概をそがんとここでまず守備でタイムアウトを取りました。現在状況は三重ファイヤーバードが素晴らしい攻撃を展開して一気に相手陣4ヤードの位置まで攻め上がった状況になっております。この状況を打破すべくクラブエアーズここで一旦タイムアウトを入れました。これが果たしてどちらに傾く形のタイムアウトとなるでしょうか。まもなく試合再開となります。三重相手陣4ヤードからファーストアンドゴール、さあまずフルバックのダイブプレー、味方ラインマンのパワーも生かし密集点をつけました。キャリア10番このランにより約1ヤードゲインを果たしています。キャリア10番は三島でした。北海道工業大学出身、三重ファイヤーバード相手陣3ヤードからセカンドダウン2ゴール、パス不成功。今度はワイドレシーバー82番へのパス、しかしこれはベアーズ11番がカバーしパス不成功に変えました。パス失敗で次の攻撃サードダウンに変わります。三重ファイヤーバード相手陣3ヤードからサードダウン2ゴール、さあこの攻防果たしてどちらに外貨が上がるでしょうか。さあ中央のランプレーだがタッチダウン、ここですれ違うようにランニバック7番へのドロープレー、密集点をつくように走りましたランニバック7番、相手タックル受けながらそのままエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。三重ファイヤーバード6点獲得。先ほどのプレーディフェンス側に反則がありましたがこの反則を三重は取りません。プレーそのものを成立させましてタッチダウンとしました。三重のタッチダウン成立です。6点獲得。そしてトライ4ポイント、キッカーは25番が務めております。25番の鈴木が務めます。富山大学出身、このキックブロック、トライ4ポイント失敗により6点止まり、三重ファイヤーバード20点クラブベアーズ7点となりました。しかし三重がここで新戦力のもう一人の一遊であります7番金沢のランプレーにより見事追加のタッチダウンを上げる形に成功しました。
下谷さんはメッセージありがとうございます。このタイムアウトを1回使ったのはおそらく守備で一旦間を取る、そして状況確認ではあったのではないかというのが私の考えです。さあ試合はその得点を挙げました三重ファイヤーバードのキックオフで再開となります。クラブベアーズ、この攻撃の機会を生かすことができるでしょうか。さあややチープキックに近い形でこれのクラブベアーズリターンに入ります。クラブベアーズ自陣30ヤード付近からの攻撃を確保しました。さあ順調な攻撃をします三重のその猛攻をしのぐ形でクラブベアーズ、ここで反撃となるタッチダウンを上げることができるでしょうか。ボールオンは自陣33ヤードの位置からクラブベアーズファーストダウン10。クォーターバック3番ハンドオフウェイから右オープンへのランプレー、相手タックル受けながらセカンドエフォートで約5ヤードのゲインとしています。ここでクラブベアーズは3人目のクォーターバック3番の吉田が入ってまいりました。江南大学出身のプレイヤーです。この試合序盤はクォーターバック8番の稲葉京都大学の出身のプレイヤー、そして次から12番のクォーターバックが入って状況をそれぞれ打開する形で展開しています。その3番手として吉田が入ってまいりました。パス成功、攻撃権更新、ファーストダウン。クォーターバック3番左スプリントアウトからワイドレシーバー6番にパスを通し攻撃権更新としました。クラブベアーズファーストダウン。見事パスを投じましたクォーターバック3番は吉田、江南大学出身、取りましたワイドレシーバー6番は杉田、日本大学出身。クラブベアーズ自陣44ヤードからファーストダウン10。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック3番今度はワイドレシーバー89番にパスを通しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファーストダウン。クォーターバック吉田のパスを取りましたワイドレシーバー89番は佐藤、大阪体育大学出身。これにより相手陣入りましてクラブベアーズ相手陣44ヤードからファーストダウン10。さあ抜けた、ナイスラン、ファーストダウン。ランニングバック28番トスを受けて左へ展開、そこから相手ディフェンスの動きを見て右にカットバック、相手の裏をつくように大きくゲインとしましてクラブベアーズファーストダウン。素晴らしいランをしましたクラブベアーズ28番は西村、大阪学院大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズ相手陣18ヤードの位置に入りましてのファーストダウン10。パス不成功、クォーターバック3番プレッシャー浴びつつポケットにとどまり、そこからエンドゾーンへのパス、ターゲットは89番でしたがわずかにパスがショート、パス不成功となりセカンドダウンに変わります。クラブベアーズ相手陣18ヤードからセカンドダウン10。パス不成功、ナイスパスカット。これクォーターバック3番左ロールアウトからエンドゾーンへのパス、ターゲットは89番にパスを投じましたがこれを
三重32番が見事にパスカット、パス不成功としました。見事なパスカットをしましたのは三重ファイアワード32番の久保、兵庫県立大学出身。クラブベアーズサーラウンテン、ボールオン相手陣18ヤード、攻撃権更新は10ヤード、そしてエンドゾーンまで18ヤード。さあここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーで突破を図りました。キャリア28番の総力にかけましたが、しかし攻撃権更新に至っておりません。フォースダウンと変わります。クラブベアーズフォースダウン7、フィードボールトライ、キックによる3点を狙います。このキックを託されたのはキッカー21番のユキタ、近畿大学出身のプレイヤー、今季5年ぶりの復帰のプレイヤーです。しかしこのキックは不成功、クラブベアーズ無得点に終わりました。攻守交代となります。鮮やかな攻撃により反撃となりますドライブを展開しましたクラブベアーズでしたが、しかしこの攻撃最後フィールドゴール結びつけることができませんでした。攻守交代となりまして、今度は三重ファイヤーバードの攻撃と変わります。三重ファイヤーバード自陣20ヤードからファーストダウン10、さあまずランプレーから入りました。ラニバック19番、トスを受けての右オープンへのスイープレー、見事なスピードで右オープン展開しまして約8ヤードのゲインとしています。ラニバック三重19番は森、兵庫県立大学出身、この試合から加入した電撃加入の新規プレイヤーです。本日そのスピードを生かしすでに2タッチダウンを上げています。三重ファイヤーバードセカンドダウン2、ボールオンは自陣28ヤード。さあフルバックの大プレー、これをラインマン一気に押し込みます。51番71番オフェンスラインマンのプレッシャープッシュもありまして、見事攻撃権更新です。三重ファイヤーバードファースター託されました。ランニング枠10番は三島、北海道工業大学出身、これを生かしたブロッカー51番は加田、阪南大学出身77番の選手、小西も素晴らしいブロックでした。三重大学出身です。三重ファイヤーバードファーストダウン10、パス不成功、クォーターバック9番、ハンドオフェイからランニングバック10番にパスを投じました。しかしこのパスはオーバースロー、パス不成功となっています。三重ファイヤーバード自陣33ヤードからセカンドダウン10、ナイスラー、ラニバック19番、トスを受けて左オープンへのスイープと見せかけ、そこからオフタックル切り上がりまして約7ヤードのゲインとしています。ラニバック19番は森、兵庫県立大学出身のプレイヤーです。ここでホイッスル、ここで三重ファイヤーバード前後半1回目のタイムアウトを取ります。この X3 リーグ B ブロックの最終戦となります、このクラブベアーズ対三重ファイヤーバード一戦、
優勝争いには直接関係はない一戦となりましたが、しかし素晴らしく見応えのある試合となっております。ここで後半1回目のタイムアウトを使いまして作戦タイムを取りました。この作戦でどのようなプレーを展開するでしょうか。試合再開です。三重自陣41ヤードからサードアンスリー。さあ中央へのランプレー、ナイスラン、ファーストラン。ここでランニング枠19番ハンドオフ託され中央突破、攻撃権更新です。三重ファイヤーバードファーサー、本日大活躍の19番は森、兵庫県立大学出身。三重相手陣、失礼しました、自陣46ヤードからファーサー運転。不成功。クォーターバック9番プレイアクションからタイトエンド28番にパスを投じましたが、28番キャッチミス、パス不成功でセカンドダウンと変わります。三重ファイヤーバード自陣46ヤードからセカンドダウン10。これはクラブヤーズナイスディフェンス。三重ここで中央突破のランプレーを展開しましたが、これをクラブヤーズ44番仁王立ちしましてタックル、1ヤードのゲインでとどめています。素晴らしいタックルしましたのはクラブヤーズ44番の谷川、東海大学出身です。ここで第3クォーター終了となります。第3クォーター終わりまして、クラブヤーズ7点、三重ファイヤーバード20点、攻守方向入れ替え、ファイナルクォーター第4クォーターに移ります。